はい、皆さんこんにちは。マーケットエッジ代表の小杉です。コモディティマーケット展望10月30日の方を始めたいと思います。まず貴金属相場の方から、こちらコメックスのキーの先物相場です。ここ最近8月9月、1オンス1200ドル前後のボックスが続いておりましたが、10月、株価急落と連動しまして、水準を切り上げているところです。だいたい1230ドルぐらいまで、30ドル幅ですか、値上がりしております。トコモの金の方ですけど、こちらも同じような動きになっています。ドル円相場、若干円高の方触れてますけど、あまり大きな動きはないものですから、どちらかというとドル建て相場の堅調試合につられております。でドルインデックス、アメリカの方に株を売られてますけど、ドルに関しては引き続き堅調です。年初来高値更新までは行っておりませんが、それに近いレベルまで、今年の最高値水準までドル上がっております。でユーロドル、こちらの方も一緒ですね。ドルの方が強くなっております。で逆にユーロが売れている。イタリアの財政不安もありますし、ドイツの政局、この辺も新しい問題として出てますので、なかなかドル高の流れが止まらないという状況になっております。でこちらアメリカの10年債利回り、当然株が下落しましたので、国債の方買われて金利低下しておりますけど、水準としてはまだかなり高めの水準を維持しております。でこちらダウ工業平均株価、こちら10月10日ですけど、それから急落、一旦リバウンドがありましたけど、なかなか底を打ててないという状況です。これ見ますと分かりますように、株の方ですと大体7月レベルまで下がっておりますけど、長期金利の方ですとまだ9月の下旬ぐらいということで、株の下げに対して国債の方まだあまり買われてないなと、利回りの低下が鈍いなという状況です。こちらバルティ指数、株が急落と連動しまして、バルティ指数一気に上がりました。その後一旦底入れしたんじゃないかということで下がりましたけど、やはりちょっとまだ危ないということで、20ポイント、25ポイント前後の水準まで高止まりしております。まだ高値は更新しておりませんけど、やはり20ポイント超えてるとちょっと怖いなという印象です。で金の ETF 残高、こちらも大きい動きがありました。これまで金額が上がってもなかなか ETF の残高増えませんでしたけど、今回の株価急落、まだ若干ですけど金の ETF の方お金が入ってきております。この辺の基調ちゃんと確立しますと、金の方地合いはもう少し引き締まるのかなという状況です。で仮想通貨の方ですけど、これ従来、安全資産とも言われてましたけど、今回の株価急落に対してはあまり反応を示しておりません。ちょっとマーケットのあまりなんかこちらの関心向いてない状況です。で金相場のレビューですけど、1200ドル水準からボックスから上振れしましたと、ブレイクしておりますと。何が起きているかというと、株価急落で投資家のリスク先行性は後退で、安全資産法に対するお金が流れていますよと、米国債、などと一緒に金も買われております。でシンボリックなのが金の ETF の買いの方でして、こちら、まだ弱そんな勢い強くはないんですけど、金の ETF 買いが入っております。ただし、定期市場も見ますと、上昇しているの、どんどんお金が入ってきているというよりも、どちらかというと今のところですと売りポジションのカバー、いわゆるショートカバーということで、弱気の後退でまだちょっと強気にはなってないのかなという状況です。2週連続で、オーグストトークスジ買いを増やして売りを減らしておりますけど、相場の勢いとしてはやはりショートカバー売りの整理かなという状況です。で株式市場の方、10月10日以降不安定化しておりますけど、なかなか安定化しないという状況になっております。バラティ指数まだちょっと高めです。先ほど言いましたように、これ過去の傾向を見ますと、大体バラティ指数急騰した時金売り場なんですけど、これちゃんと低下するのかどうか、この辺がまだ不安心理として残されている状況です。ただしなんですけど、アメリカの実体経済の指標、企業業績、これ必ずしも悪くありません。ということで、ファンダメンタルズを反映してないんじゃないかという見方が優勢です。ただし、怖いのはこのまま株価が下落が続きますと、それが今度実体経済の方に影響を及ぼしますので、今のところまだあまり実体経済は悪くないけど、今後にはちょっと注意が必要ですよということで、株式相場ピークアウトのローン、ピークアウトローン、もしかしたらもうこれで上昇終わったんじゃないかという、そういった可能性についても、頭の片隅にはちょっと入れておく必要があるのかなという状況です。でもう一つ大きいテーマが11月6日、もう来週ですけど、アメリカの方中間選挙があります。こちらどういう結果になるのか、その結果に応じてマーケット関係どう変わるのか、なかなか読めないという恐怖心もここ最近の株価急落比較的大きい要因なのかなと思っております。ただ、ドルは先ほど言いましたように堅調なものですから、株式市場が安定しますと、ドル高で売られやすい、もっと言うと、最近株安でもあまり上がってないというのは、やはりドル高の影響が大きい、金利が下げきれてない影響が大きいのかなと思っております。
本来でしたら、アメリカの株価急落で、ドルを売られて金利が低下するんですけど、その勢いがあまり強くない。ドルに関してはむしろ強くなっている。この辺が金相場の、上昇をブレーキをかけている要因かなと思っております。で、現物市場の方ですけど、やはりインドの方、現物、需要期の方入っておりますので堅調です。中国の方ですと、こちらはそんなに、強くもなく弱くもなく、値段上がってるんで別に買い控えもないですけど、どんどん買っていくという状況にはないです。で、金のアウトルックなんですけど、まずもう注目しないとダメなのは株価が沈静化するかどうか、この1点にかかっております。このまま株式市場のボラティティが高い状況が続きますと、どうしても金の ETF の方にお金が流れますし、場合によっては定期市場、先物の方で新規の買いが入り始める可能性があります。こちらの方に移行すると、上昇の方になってきます。で、一方、これ2月と同じようにボラティティがどんどん低下していくんだったら、金の ETF 買い続かないですよねと。で、定期市場の方も新規買い膨らまないんでしたら、ショートカバー一巡と連動してダウントレンドに回復するんじゃないかなという状況になっております。で、基調としましては、私はボラティティ低下でまた金相場上値重くなる方向で見てもらいますが、これ当然株安というか株価のボラティティが高い状況が、1ヶ月2ヶ月続きますと、当然実体経済の方、また信用構造、いろいろネガティブな影響が出ますので、こちらの方のシナリオも一応注意が必要かなという状況です。で、相場が環境を移しますと、やはりドルとの逆相関が基本になると。で、ここ最近アメリカの株価が下落してますけど、長期金利その下がってませんよと、ドルは強いですよということで、この辺の流れが維持される限りは、そんなにどんどん金が上がっていく状況ではないのかなと。逆に言うと、金の強気派としては、株安を今度もっと金利を低下させてドル安、株安プラスドル安になったら急騰しますので、そちらに持っていきたいところですけど、現状ですと、先ほど見ましたように、ドルインデックス、むしろ年初来高値を更新しようかという状況になっております。ということで、基本的には株式市場の安定化でボラティティ数、特に20ポイント下回ってくると金下げる方向になりますけど、指標としてはやはり金の ETF の買い、これが止まるかどうかがポイントになると思います。逆に言うと、金の ETF の買いが続いている間、まだ上振れリスク残りますという状況になります。で、また他なんですが、アメリカの金融当局者が今の状況をどう見ているかというと、株価下落に関しては実体経済は反映してませんよと。ファンダメンタルズ何も変わってないので、そんな慌てる必要ないよと。で、したがって金融政策、このスタンスも別に変わる必要ないですよと。これまで利上げやってましたけど、別に今回の株価下落で慌てる必要ないということで、やはり株価が安定しますと、どうしても金利上昇、ドル高、この辺の流れが再開されやすいので、金にとっては厳しいのかなという状況になっています。で、今後のイベントリスクなんですけど、これ後でちょっと解説しますけど、11月6日、アメリカの中間選挙があります。これある程度、予想も出てるんですけど、その結果を受けてアメリカの経済政治環境どうなるのか、なかなか予想が難しいものですから、この辺のイベントリスク、なかなか消化できるまでは動きづらいのかなという状況になっております。で、いくつかちょっと指標を見たいんですけど、まず、ダウなんですけど、これどういうチャートかと言いますと、青い線がこれ2月の急落です。で、赤い線が今回の急落、これピーク時を同じ時間軸で合わせたものです。これ見ますと、2月と比べると、そんなに急な下落じゃないのかなと。まだもっと下げてもよかったのかなぐらいなんで、この辺見ましても、そんなに慌てる必要はないのかなということで、プラスで今度底入れまで、やはり何度か上昇下落繰り返してますので、これだけの急落になりますと、一瞬にして強気になる、それはちょっと期待しづらいのかなという状況です。これから今、アメリカ9月期の企業決算行われてますけど、かなりいいんですけど、やはり株価をもう一回押し上げるんでしたら、ちょっとサプライズ的な数値が必要なのかなと。あと、月末月初、経済指標を集中しますので、アメリカの雇用統計を筆頭にちょっと強めの数字が出てくると、時代が変わってくる可能性がありますので、この辺、株がリバウンドするかどうか、リバウンドというか落ち着くかとかですね、特にボラティティを下げていけるかどうか、こちらがポイントになるかと思います。で、アメリカの中間選挙なんですけど、一応予想もいくつか出てるんですけど、どうなるのかまだちょっと分かりづらいなという状況です。当然、上院下院両方ありますので、パターンとして4つあるんですけど、一応現実的なシナリオとしては、こちら書きましたけど、下院は民主党が過半数、共和党から議席を奪いますよと。で、上院は共和党が過半数を維持、こうしますと今度下院が反トランプの方になりますので、これまでのように、議会が、大統領の政策をどんどん通過させる、こういったのは難しくなりますので、政治の停滞、
それが及ぼす景気の減速、こちらは注意が必要かなと思っております。まあ、これもともと共和党の大統領になりますとどうしても下院の方民主党有利になる、これいつものパターンなんですけど、トランプ大統領はこれに対してどう反応するのか、なかなか政治が決まらない例で終わるんだったら大してはいけないですけど、これで大騒ぎしちゃうとちょっとトラブルが起きる可能性があります。で、あと下院の方民主党は今度過半数になりますので、トランプ大統領の政治スキャンダルをどんどん追及していこうとか、もっと言うと弾劾していこうと、弾劾手続きまで持っていこう、この辺の動きを見せますと、政治リスクは景気として変えて、キリストマの、長期底入れ、こういったシナリオも出てきますので、イベントリスクとしては注意が必要かなと思います。あと発生確率は低いんですけど、一応考えられるシナリオとしては、上下両院で民主党が過半数、これになりますともう完全にトランプ政権終わりますので、もう2期目の大統領もないということで、ちょっとこんな激しくなるのかなと思っております。この辺になりますと結構株急落、金相場上昇、そういったシナリオも注意が必要かなと思います。で、一方、逆に上下両院共和党が勝利、この辺になりますと、今の現在の経済環境政治環境大きく変わらないんですけど、マーケットあまり想定してないので、この場合ですとむしろ株高で、金相場下落するのかなというふうに思います。基本的にあまりなんか景気に対していいシナリオを描けてないんですけど、この辺のトラブル、会員がちょっとトラブル機能しづらくなるぐらいでしたら問題ないんですけど、大きいトラブルに発展すると、経済成長見通しの引き下げから、金の底入れ時期が早まる、もしくはもう底入れしてしまったと、こういったシナリオに変わる可能性がありますので、イベントリスクとして注意が必要な状況になっております。もともとアメリカ経済ってもう来年再来年、どんどん減速する予想なんで、この程度でしたら影響はないんですけど、そのペースが加速すると当然利上げサイクルとかいろいろ影響出てきますので、こういったどのシナリオに行くのか、それに応じて経済環境どう変わっていくのか、この辺は注意が必要でと思っております。で、オールストック筋のポジションなんですけど、これ見ますと、緑色の線が赤い線が売り、これ見ますと分かりますように完全ショートカバー、これまで積み上がった膨大な、売りポジションがカバーされている、これが今のところ原動力ですけど、この緑の買い、これが本格的に増え始めますと底入れに直行ができるということで、今のところはまだこれ自立反発の範囲かな、一時的な上昇かなと思っておりますけど、これが増え始めたら、そして ETF 残高もどんどん増えていったら、ちょっとシナリオが変わってくる可能性がありますので、こういった内部要因関係のデータも注意してもらうといいかなと思っております。はい、次に原油相場です。こちら WTI 原油です。こちら、イラン産の供給不安もありまして、大きく変わっておりましたけど、足元、大きく下げております。60ドル台後半まで下落しております。要因としては、いくつかあるんですけど、もともとサウジ、ロシアなどが増産した、季節要因から需給が緩んでいる、プラス株安ということで、グダグダグダと下げている状況です。ブレント原油も同じような状況です。トコンもそうですね、ドル円がそんな動いてませんので、素直に WTI と連動して下げております。で、アメリカの在庫なんですけど、これ足元、これ青い線は今年ですけど、だんだん増えておりますと、これ成長の稼働率が落ちてますので、毎年のことなんですけど、短期時期の緩み、この辺も実は足元の原因やその大きな要因かなと思っております。で、これ上がアメリカ産量、こちらの方はそんなに増えておりませんと。で、下がこれ製油所向けの原油需要なんですけど、大きく落ち込んでいるのが分かります。去年と比べると落ち込み、時期が遅くなっているんですけど、その後追いの形でどんどん、需要が減ってますので、その分だけ在庫が積み上がっているという状況です。これ季節要因から言うと、そろそろ底落ちになってくるんですけど、まだちょっとアメリカの在庫増えるのかなという状況です。で、石油リーグの稼働数、これ若干足元ここ 2,3 週間ちょっと増えてるんですけど、そんな大きい動きでもないという状況になっております。で、原油相場のレビューですけど、高値 76.9 ドルから、60ドル台後半まで、結構短期間に下げております。要因としては、3段階、先ほど言ったように、第一段階として、イラン産の供給不安を、サウジなどが増産でカバーしている、これでマクロ需給の逼迫リスクが後退で、季節要因から在庫が積み上がっている、で、最後に株価急落ということになっております。これ見ますと分かりますように、アメリカの株って今大体これ書いた時大体 9.3%、10% 下落してないぐらいなんですけど、それに対して原油って 14% から 15% かなり大きく下落しております。この辺見ると、単純に株安だけで下落しているとは見ない方がいいのかなと思っております。
まあ、株安だけでしたらここまで多分下がる必要なかったです。まあ、需給要因、これ上書きましたけど、こういった要因があったのかなと思います。で、一方で、一方でじゃないですね、これマクロ関係ですけど、まあ、サウジとロシアがイラン産原油の供給減少株、これからイラン産の経済制裁始まりますけど、それを前にどんどん増産していくという方針をとっています。サウジからは、第4四半期、10、12月期、もしかしたら供給過剰まで行くよという、そういった見通しも出ております。この辺から GMC、産油国の中では、もう一回ちょっと減産した方がいいんじゃないかと、ちょっと増産やりすぎたんじゃないかという議論も出ております。ただし、これ昨日なんですけど、ロシアのエネルギー省は、やっぱり増産でいいよということで、ちょっと意見対立が出てますので、この辺うまく対応できるかどうか、減産対応の再転換、ハテナとか来ましたけど、これがうまく機能するかどうかがポイントになるかなと思います。季節要因に関しては、これもっぱら、生産稼働率低下の問題なんで、これは多分どんどん治っていきますので、そんなに警戒する必要はないのかなと思っております。原油相場のアウトロックですけど、マクロ需給、この辺に関してはタイト感が後退しています。イラン産原油、やはり結構大きく落ち込んでますけど、サウジ、ロシア、この辺が増産してますので、なんとかなるのかなと、10、12月期、供給不足か供給過剰か、結構議論はあるんですけど、結構トントンに近い状況は実現するのかなという見通しになっております。こういった状況から、サウジアラビアなんかは、やはりちょっと減産が必要かなと。これ10月の頭の時点では、どんどん増産する、10、11月増産と言ってましたけど、足元ではそれはちょっとやめようか、でさらに減産しようか、ちょっと態度が変わってますので、この辺見ますと、WTI で75ドル、これはちょっといらないけど、70ドル割ってどんどん崩れるのはちょっと嫌だなということで、おそらく、今季節要因から在庫増えてますけど、先週の稼働率上がっても在庫増えたら、おそらく減産対応などで下値が固まってくるのかなというふうに思っております。一方、短期要因としては、株式市場の動向はやはりちょっと重要ですねということで、株価急落の間はどうしてもなかなか反発しませんという、これ金の方で見ましたけど、だんだん過去のパターンを見ますと、そろそろ落ち着いてもいい時期になってますけど、ちゃんと底入れするまではちょっと突発的な売り材料は必要かなか、注意が必要かなと思っております。流れとしては、この辺株式市場の安定化が、実現しますと、下振れリスクが低下しますし、そこから上昇まで持っていけるかどうかは、産油国の需給価格コントロールがうまく機能するかどうか、今のところ OPEC 内からは、やはり減産が必要だろう、何としてもやっぱり在庫を減らしていこうという方向が出てますけど、この辺が例えばロシアとかの増産で不協和音が出てくると、シナリオが変わってくる可能性があります。流れとしては、どんどん株が、底入れするのと連動して、もう一度また70ドル台に戻す方向で出ておりますけど、ちょっと注意がいくつか注意が必要なポイントが出ておりますと。で、一方サウジアラビア情勢なんですけど、これちょっと最近ニュースからちょっと外れてますけど、反政府記者の殺害ということで、まだ結構混乱状況が続いております。足元ですと、どちらかというとサウジの長期不安よりも、それが株式市場に与えるネガティブな影響ということで、株安経由の売り材料として機能しておりますけど、これ実際、調査結果どんどん出てきて、例えばサウジに対する経済制裁とか、そういった議論になってきますと、サウジ産の供給が混乱が起きて、原油が急騰する、この辺のシナリオもまだ残されてますので、一応注意が必要かなと思っております。メディアの方ではなんかあまり関心なくなってきたようですけど、原油市場の観点ではまだ重要なテーマかと思っております。で、足元の原油安に対する産油国の対応ですけど、これ10月25日のロイターのニュースです。今在庫が増えてますので、もしかしたらもう一回減産が必要になるかもしれないということで、ちょっと注意を呼びかけております。この辺もずっとこれまで、減産をして、原油相場高騰して今度増産という流れでしたけど、あくまでも在庫を増やしたくないなということで、こういった議論が出ているというのを注意してもらいたいと思います。ちなみにこれに対して、ロシアはちょっと異議を唱えていることなんで、ロシアの方の見方としては、むしろ今供給不足だよということで、減産なんてとんでもない、増産をするときだよということで、OPEC とロシア、ちょっと現状認識のなんか乖離が見られますので、この辺もう少しこれから話し合いをして、どちらの方に意見集約できるのかどうか、この辺注目していきたいと思います。今これまだ議論始まったばかりの段階です。で、 OPEC の産油量ですけど、こちら見ますと分かりますように増えております。で、特にサウジがどんどん増産して、ほぼ減産開始前の数字まで戻しているという状況です。これを今サウジ
これまではどんどん増産して、まあ、イラン産カバーしようと言ってましたけど、今ちょっと止めようかという議論をやっているのが今の状況になっております。で最後にオフィスオプションのポジションですけど、こちら、そして買いはそんなになんか膨らんでないということで、特に過熱感もないし、まあ、別に売られすぎ感もないということで、比較的安定した、内部要因環境にあります。以上、原油相場の解説でした。当ウェブセミナーではお客様からのリクエストも募集しております。何か質問等ありましたらこちらまでお寄せください。以上、コモディティマーケット展望でした。ありがとうございます。